はい、どうも、Radio 24です。どうも、どうも、どうも。はい、まあ、まだ朝、もう本当に5時ちょっと過ぎぐらいなんですけど、まあちょっとね、動画の中でね、まあ報告したいことがあって、っていうのも、ですね、6月の26日、SNS MC バトルで久々のステージ復帰ですね。はい。ここ最近ね、今、静岡に住んでるんですけど、静岡から、神奈川に引っ越す準備で今すごい忙しくて、まあラップどころじゃないっていう、まあラップっていうかフリースタイルはよく配達中とかにやってるんですけど、まあラップどころじゃないって言えばいいですかね。イベントにも遊びに行けてないし、まあ自分もライブもできてないし、バトルにも出れてないし、最近その情報もちょっと全然見れてないんですけど、6月になったら地元帰って、で、地元でもイベント遊びに行ったりとかバンバンしようかなと思ってるんで、まあその第一弾になると思うんですけど、まあ SNS MC バトルに、まあ参加をしようかなと思ってます。はい。まあもちろん参加するからにはね、まあ優勝はもうもちろんね、するつもりで行くし、で、優勝するつもりなんですけど、さらにまあ一番盛り上げられたらいいなって。まあ、毎回ね、ベノムさんがすごい、丁寧な DM をしていただいて。で、僕やっぱその MC バトルとか、まあ MC バトルの現場に行って、ラップを聞いて、やっぱ一番インスパイアを受けたのがベノムさんなんですよ。いろんなその、多分バトルだけで言うならば、強い MC っていっぱいいるんですけど、ラッパーとして一番かっこいいなと思ったのはもうベノムさん。僕個人的に哲学を持ってたりとか、自分自身がこういう考えを持ってるっていう人はすごい好きなんですよ。で、結構 MC バトルに出てる MC って、自分自身がやっぱ勝ちたい気持ち。だから、どれだけ韻を固く踏んだかとか、どれだけフローが綺麗かとか、その内容の中でやっぱり自分がこれだけ上手いだろっていうのを、前面に押し出してくる MC がいるんですよ。まあでも俺ぶっちゃけそういうのは、まあ賛成派っていうか、まあ、なんだろうな、賛成派っすね。うん。まあ、すごいなと思うんですけど、ただ、俺が本当にリスペクトできる人っていうのは、自分のそのバースの中に、自分の哲学を持ってる人。だから、俺はどっちかといえばそっちを目指してる側の人間なんで、やっぱ自分の考えだったりとか、日々どんなことを思ってるかとか、そのバースの中で、例えばただ単に相手をディスるだけだったら、誰でもできるじゃないですか。バカ野郎、この野郎とか、マンファカーとか、そんなこと言うのは誰でもできるんですけど、じゃなくて、俺はこう思ってるんだけど、お前どう思うんだみたいな。俺はこれについてこう思ってるよと。まあ、過去にね、無音 MC バトルで俺とベノムさんが戦ったやつなんかっていうのはもうまさにそうで、ディスっていうのは悪口言うだけじゃないんだと。相手のケツを引っ張ったことだってこれはディスなんだと。ね、言うベノムさんのあの意見だったりとかは、俺は、あ、なるほどなって。やっぱ何度も、自分が負けた試合なんですけど、何度もやっぱ見返してしまうほど、やっぱ俺の中では結構すごい胸に残るっていうか。だから結局何が言いたいかっていうと、その MC バトルとか、まあ音楽ってやっぱメッセージだと思うんですよ。僕も最近よく配達とかしてて、いろんな音楽聞きますけど、まあ例えばパンクロックとかも聞きますし、レゲエも聞きますし、まあ J-POP も聞きますし、最近流行りの曲も聞きますけど、まあノリがいい曲も確かにいいんですけど、まあノリだけじゃなく、こんなことをね、普段俺思ってるよとか、あとは、自分のライフって実はこんなだったんだよと。で、だけどこういう風な音楽に出会ってこうやって変わったんだよとか。だからやっぱりそういうメッセージ性ですよね。で、やっぱ、それをバトルで一番体現できてるのが、ベノムさんだと思うんですよ。だから、やっぱり、俺の中では、あ、この人みたいな MC になりたいなっていう。丸パクリをするわけじゃなくて、この人みたいに思想を持ってラップをしたいなって。それが上手いとか、下手とかじゃなくて、あ、この人の言ってることってすごいメッセージ性があるなって。その8小節のたった2本とか3本かもしれないですけど、それで誰かが何かを感じ取ってくれれば、それが一番ベストだなと、俺は思ってるんですよね。で、結構その千葉っていう街って、そういう人たちがすごい多いんですよ。だから、ラップ始めて、やっぱ俺が本当にその、好きな現場っていうのはやっぱ千葉県。まあ、プライド MC バトルとかもそうだし、みんな各々に気持ちがすごい強いもの持ってるから、まあ、UMB とかシャモ君とかもそうなんですけど、もう本当に強いんですよ、気持ちがみんな。
俺はこう思ってるんだっていう気持ちが。だってお客さんがやっぱり、すごい本当に耳を超えた人と忖度しないお客さんが多いんで、地元の MC ですら勝てないことが多いんですよ。千葉の MC、千葉県のバトルって。基本的に結構、まあ俺がいろんな街行ったりとかすると、これはまあちょっと誤解を生むかもしれないんですけど、やっぱり声援が地元ビーキなんですよ。これはまあしゃあない。やっぱ自分の友達だったりとか仲間がやっぱ勝ってくれるとそれは嬉しいじゃないですか。ねえ。バイアスっていうのは人間誰だってかかるから。でも、千葉のお客さんってないんですよ。それが。うん。本当に、その時にかっこよかった MC。本当に、その時に最高だった MC を忖度なしで選んでくれるから。だからね、俺ね、千葉の現場は本当に好きなんですよね。だから今回その、やっぱり SNS MC バトル、ペノムさんに、まあお誘いいただいてっていう、お誘いいただかなくても、今回俺は自分の自らの意思で出たいという気持ちがすごいあったんで、まあ出るつもりじゃもうガンガンあったんですけど、まあ特にですよね。やっぱりペノムさんのその丁寧な対応と、そして、やっぱりね、イベント行くと、誰よりも一番ペノムさんが楽しんでるんですよ。で、ライブも最高だし、で、今回ゲストでボンズくん潜るんで。まあ、ボンズくん自体は三重の予選でね、去年僕ベスト4まで行かせてもらったんですけど、まあ、去年ベスト4で、くしくも、負けてしまった相手がボンズくんだったんですよね。で、ボンズくんがバトルに出るかどうかってのはちょっとわかんないんですけど、でも、まあ、もし出たら、リベンジを果たせればいいなって、思ってるんでね、まあ、ぜひ出てほしいですけどね。まあ、リベンジ果たすつもりで行くんで。はい。で、まあ、あわやくばね、口喧嘩祭も出たいなって、てか、で、まあ、出たいですね。俺は。うん、普通に。まあ、岐阜のブロックとかもよく、よくとか昔はよく行ってたんですけど、最近はまあ行ってないですけど、岐阜の現場もすごい好きなんで、あの辺は、特にヒップホップだったら、本当に今、その、イエローバックスとかも岐阜だし、ね、まあ、引き金サウンド、もう、ボンズ君とかもすごい勢いあるし、あと、レゲエで言ったら、僕らが、本当にもう、高校卒業したぐらいの時に、メガリュウっていうね、メジャーに上がったレゲエの人たちがいるんですけど、メガリューなんかも岐阜ですからね。だからすごい、その、音楽の街でもあるわけですよ。で、いろんなやっぱ、47都道府県、いろんな色があると思うんですよね。箱に。箱にすごいいろんな色があるから、だからやっぱりその、どんなところで行っても、俺は俺、レディオ24だっていうのを、やっぱすごい見せたいなって思うし、あとはまあ、せっかく出るんだったら、そこの会場で俺という人間を全員に分かってもらうぐらい、やっぱインパクトのあるバトルはしたいなって思ってますね。まあもちろんね、熱くなっちゃって、ガーって言っちゃう時もあるんだけど、まあそういうのじゃなくてね、もう本当にそのリリック、そのバースの中で分からせられるような人間になっていきたいなって思います。なあまあもちろんもう優勝も、するつもりで行きますし。で、やっぱり一番楽しむ。まあ、誰よりもやっぱ楽しみたいですね。うん。やっぱりすごい楽しみたい。で、いろんなこんな世の中で、やっぱり、僕らがね、できることって何なんだろうって考えたときに、やっぱり、まあ、綺麗事を言うのも簡単なんですけど、まあ、これは綺麗事聞こえるかもしれないですけど、やっぱり元気、パワーを送り続けるしかないんですよ。で、そのためにやっぱ自分自身がパワーを持つしかないんで、パワーを蓄えてパワーを放つ場所、パワーを蓄えてパワーを放つ。そういう一個一個の場所でパワーっていうものがあれば、日本もね、そして世界も、どん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 いい方向になっていくと思うんで、最近インターネットとかが主流で、なかなか人と人が会う機会だったりとか、人と人がこう触れ合う機会っていうのが少ない中、そういう場所をね、作ってもらってる、ね、立場の人間ですからね。ベノムさんにそういう立場を作ってもらってる人間なんで。だからこそ、その立場を、この立ち位置っていうか、その場所を作ってもらってる以上は、その場所で本気で取り組んで、本気で戦っていきたいなと思います。はい。まあそんなとこですね。まあとりあえず、これで、まあレディオ24、一応ちょっと動画を終わりたいと思うので、はい。またぜひ、現場とかであったら、いろいろ話したりとかもしましょう。まあ、こっちもね、頑張りますんでね。はい。バチバチ。まあ、とりあえず優勝します。はい。それだけです。以上、ありがとうございました。